すねがしろです。お願いします。本日はですねキャッチャーミット持ってきてもらったんですよ。今埼玉スポーツセンターに来てるんですけれども、埼玉スポーツセンターといえば名物の160キロがあるじゃないですか。はい、ちょっと取ってみようかなと。いや俺いいや。いや正直言います、今日も多分僕やばいと思います。あれこの前回のミットでやったんですか？サイモデルのミットでやってましたね。あれ全然痛くなかったんですよ、マジで。皮厚く、はい、もうこれ皮がめちゃくちゃすり減ってるカフェのミットなんで。いやいや同じく同じく、だからねメーカーがわからないですよ。でねここにコブがあるんですよ。やば、フタコブラクダの紹介。あそうそうそう、フタコブキャッチャーミット。フタコブか、フタコブキャッチャーミット。意外と硬いじゃないですか。まあ硬さはねあるんですけど、いやちょっとこの時期なんで、はい、ちょっとまあ頑張りますけど。そうですね、温かい目で見てもらいたいですね。とりあえず、まあ、まずは10球10球でやってもらって、はいね、まあ、様子見でね、はい、やってもらって、まあ、どういう感じなのかちょっとやってもらって。笑顔は、いやちょっと初めてなんで、まあ、両辺は2回目なんでね、笑顔より取れないと。まあ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 、ちなみにこれはビタ止めなんで。そうっすね、入るキャッチャーミット持ってけばよかったなって。いやそうっすね、そんななんか一人だけずるいっすよそれ。え、だったら使ってよかった。ああそういうこと。なのでとりあえずまあ1回目は様子見で、はい、2回目はもう対決してもらいます。はい、はい、というわけでやっていきましょう。はい、それでは僕の方から先にやっていくんですけれども、まあ、ちょっと今回はかなり怖いなと思うところがあるんですけど、頑張って取っていきます。まずはちょっと一球目は横でいいかなっていう。やばい気がする。ちょっと待って、ガチ早くね。本当にいってますか。じゃあ正面入ります。あーやべ、あーやべ。いやちょっと待って、やっぱ2球目だとこうなるな。まだでも1回やってるのはちょっと違いますよ。わーい、いや何回もやってる正直言うと。なるほどね。これ数えるか、多分今6ぐらい。6いって、取ったらカメラ見せる。本当に許さない。手調子乗った、危ない。あ、ほらよ、すごいっすよ。なになになに、ちょっと待って、俺ここ出るわけないよ。大丈夫や。いや、ちょっと待って、プレッシャー。痛い、プレッシャー。痛い、うるさい、マジで。ラスト、マジ最後で。ちょっと何球か横でいいっすよ。取るよ、取るよ、横で。ちょっともう一球だけ流す。おお、いける。おお、いける。伸ばさない。いける、いける。あれ、意外に行きたくない。意外といけるよ。取れるけど、まあ、持ってくるよ、それやっぱり。いやね、お互いの守備中ちょっと今日はレベルが低すぎるんだよね。いや俺結構いいやつ、キャッチャー用のやつ。俺今日ちょっとマジレベル低いやつなんだけど、やっぱ重い。いや重い、やっぱまあバッセンでもあるんですかね、やっぱり。次からは、まあ、10球ずつやって、はい、まあ、どっちが止められるか対決形式、はい、じゃんけんして先行を決めてくださいよ。まあ、ちょっと寒いんでコンポタでも止まらなかった。最初グッチャグッポイント。いやこれは正直やっぱ
先やった方がいいと思うじゃないですか。やっぱ後なんですよ、高校で。なるほど、はい、対決をやっていきましょう。GO! それではじゃあ勝負の方やっていこうと思います。1球目大事ですからね。OK。 じゃあ、 数も数えてもらっていい？はい。怖え、今日は怖え、マジで。 OK、 今いい、今いい。ちょっと待って、俺負けんぞ、ちょっと。3いいよ、完璧っすよ。よいって、マジでいって。パフェクス、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 OK、 いい。ラスト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 。はいだー、はいだー。あー、いいね。さあ、この辺は救急、救急、救急です、救急です。いいね、いいね、いいね。音悪いな。いや、ミットがね、そこはミットが。あ、あ、今のはポケットの位置が。痛いね、痛いね、痛いね。はい、勝ち確認だ。3の1 3の1 4の1、4の2。痛い、あ、今のボタンが5の3。なんか腕の力が一応あるんで、止めることはできる。 OK、 OK、 7の5。あれ、あれ、爆音。8の6。おい、おい。9の7。ラストかな、ラストかな。いい音出したい、いい音出したい。あ、10の7、ダメ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果は、まあ、両辺の勝ちですね。いや、勝ったけど代償はでかいっす。やばい、僕もこの辺めっちゃ痛いっすもん。やば、真っ赤。ほんとにちょっと手見せて、見せて。これどこのお相撲さんの。いやいや、どこ、どこ。そういうキャラだっけ、俺。違うと思うんだけど。4月から映画がね、まあ、仕事が始まっちゃうんで、はい、そう、寂しいですね。多分ね、そんなに出れないと思うんですよね。だからまあ、ね、一日一日を大切にしてもらって。そうそう、はい、あと2ヶ月ぐらい、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで160キロ取ってみたいなと思った方はぜひ北山スポーツセンターへお越しください。他もいろんなバッティングのマシンとかもあるんで、まあ、菅野投手投げてきてくれたりとかするので、すごい楽しいところなんで、ぜひぜひ来てください。ソフトボールも併設してるんで、ソフトボールやってる方なんかもちょっと来れるんじゃないかなと、うん、というところもありますし、テニスもできますからね。結構遊べる場所でもあるので、もしよかったらぜひ来てみてください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよいしょー。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジ、いつの間に。まあ、さらっと話だってよ、だってよ、みんな。あの、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹。そう、右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで。まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ。痛いもん、痛いですね。下手なだけ。高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ。あの、衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの、衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな、
2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、そうです。どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあ、そうです、ね、発表ね、当選者の方ですと、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら、見ました、はい、じゃあこれ、はい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何色です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、ね、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして長平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あとちょっと頑張っていきますので、皆さん、応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。切るのさ磨き抜いた切れた